第18位、ダンビラムーチョ、結成2010年、吉本興業所属、AI 予想ポイント4ポイントを獲得。2019年の上方漫才協会大賞では文芸部門賞を受賞しているコンビ。コンビ名はドラクエに出てくる同名のモンスターから取っている。第18位はダンビラムーチョです。第17位、This is Pan、結成2017年、吉本興業所属、 AI 予想ポイント6ポイントを獲得。トンネルズの皆さんのおかげでしたの細かすぎて伝わらないモノマネ選手権にも出場していたモノマネが得意のコンビです。自身の YouTube チャンネルでも芸人楽屋モノマネをアップロードしています。変幻自在のキャラクターショーが魅力のコンビです。第17位は This is Pan です。第16位、ストレッチーズ、結成2014年、太田プロダクション所属、 AI 予想ポイント8ポイントを獲得。3回戦の予選動画にまさに純正の漫才師といったコメントもありましたが、まさに漫才師という雰囲気があって逆に新鮮なコンビです。個人的には少しネタが弱い印象を受けてしまったのですが、技術点で評価されたのですかね。第16位はストレッチーズです。第15位、ママタルト、結成2016年、サンミュージックプロダクション所属、 AI 予想ポイント11ポイントを獲得。前大会優勝の錦鯉を彷彿とさせるようなボケの大鶴肥満さんの愛されキャラクターを生かしたコント漫才、キャラクターがハマれば一発逆転もありえるか。第15位はママタルトです。第14位、影山、結成2008年、吉本興業所属、 AI 予想ポイント14ポイントを獲得。ボケのタバヤンさんがロッチ中岡さんとマッコイ斉藤さんを2で割った感じがするのは私だけではないと思います。予選3回戦ではマッコイ中岡さん演じる妹キャラがなかなかなので必見です。第14位は影山です。第13位、カモメンタル、結成2007年、サンミュージックプロダクション所属、 AI 予想ポイント15ポイントを獲得。今年がラストイヤーとなる2013年、キングオブコント王者のカモメンタルです。アベマで放送のキングオブ大2021でのコント批評が的確すぎるなど、お笑い偏差値の高さは折り紙付きのコンビなのは間違いないはずですが、第13位はカモメンタルです。第12位、ビスケットブラザーズ、結成2011年、吉本興業所属、 AI 予想ポイント17ポイントを獲得。今年のキングオブコントの覇者なので期待しかありません。キングオブコント M1 の2冠をしかも同じ年に獲得するという伝説の可能性が残っているので楽しみです。第12位はビスケットブラザーズです。第11位、七曲り、結成2008年、吉本興業所属、 AI 予想ポイント17ポイントを獲得。2016年、キングオブコントのファイナリストです。醸し出す雰囲気がすでに面白いですし、コント師だけあって演技もお上手で、コント漫才としてはかなりハイレベルなコンビだと思われます。2人とも大阪芸術大学の出身とのこと。第11位は七曲りです。第10位、からしれんこん、結成2013年、吉本興業所属、 AI 予想ポイント21ポイントを獲得。熊本出身で熊本弁で漫才をするコンビです。ツッコミの杉本さんはアベマのフリースタイルラップバトルで頭角を現しており、今後の活躍にも期待のコンビです。第10位はからしれんこんです。第9位、ケビンス、結成2021年、吉本興業所属、 AI 予想ポイント26ポイントを獲得。M1 グランプリ2021予選のネタ動画で常人離れした大ジャンプ、通称ジャンボイと底抜けに明るい漫才でネットを騒がせたケビンス。ボケのコンボイさんのキャラがハマれば大爆発もありえるかも。第9位はケビンスです。第8位、皇帝、結成2013年、吉本興業所属、 AI 予想ポイント39ポイントを獲得。秩序もルールもガン無視で突き進んでいく感じが最高です。花もありますし、ぜひ決勝の舞台で見てみたいコンビです。今年は漫才風紀委員長が審査員を引退するとの宣言があったので、若干の漫才モラルに欠ける皇帝が敗者復活の勢いそのままに優勝なんてことも。第8位は皇帝です。第7位、令和ロマン、結成2017年、吉本興業所属、 AI 予想ポイント42ポイントを獲得。慶応のお笑いサークルの先輩後輩で結成された学生芸人出身のコンビ。
ボケもツッコミも面白いですが、前提知識がないと分かりづらいテーマのネタが多そうなので、テーマがハマれば検討が期待できそうです。第7位は、令和ロマンです。第6位、シンクロニシティ。結成2017年、フリー所属。AI 予想ポイント、48ポイントを獲得。会社員をしながらフリーとして活動する西野さんと吉岡さんの謎の男女コンビ。YouTube もやっておらず、ライブ活動も少ないながら、3回戦のネタでは、3音で会話したいというシュールかつ斬新な設定のネタでお笑いファンの心をわしづかみにしています。第6位は、シンクロニシティです。第5位、ミキ。結成2012年、吉本興業所属。AI 予想ポイント、52ポイントを獲得。言わずと知れた兄弟コンビ。キャラクター、認知度、漫才スキルどれをとっても一流の兄弟なので、敗者復活となれば4年ぶりの決勝です。油の乗り切った漫才非常に楽しみです。第5位は、ミキです。第4位、マユリカ。結成2011年、吉本興業所属。AI 予想ポイント、59ポイントを獲得。コント漫才を得意としているコンビです。ネタではツッコミの中谷さんが女性役を演じることが多いことも特徴の一つ。去年の敗者復活戦は6位でしたが、個人的にはかなり面白かった記憶もあり、かなり期待しているコンビです。第4位はマユリカです。第3位、ハイツ友の会。結成2018年、吉本興業所属。 AI 予想ポイント75ポイントを獲得。結成3年目にして過去最多エントリー数の本大会を勝ち上がってきた超新星の女性コンビ。脱力感が過ぎているものかなと思いきや、正統派のしゃべくり漫才でどんどん引き込まれていきます。共感をテーマにしているようですが、斜めからの視点が皮肉たっぷりで最高です。第3位はハイツ友の会です。第2位、オズワルド。結成2014年、吉本興業所属。 AI 予想ポイント84ポイントを獲得。曲がうこと泣き大本命のコンビ。去年の決勝ファーストラウンドも1位通過していますし、優勝に王手であることは間違いないと思っていましたが、ストレートでの決勝進出とはなりませんでした。敗者復活の大本命コンビであることは間違いなさそうです。第2位はオズワルドです。第1位、ヤーレンズ。結成2011年、 K ダッシュステージ所属。 AI 予想ポイント86ポイントを獲得。予選3回戦のネタは、単語が出てこないのを別の表現で代替しながら会話をしていく漫才でしたが、テンポよく大喜利ボケを連発できるためかなり良いシステムだと感じました。その大半が皮肉混じりなのも最高です。コンビ名は、2人が好きなサザンオールスターズの曲ヤーレンシャッフル、子羊たちへのレクイエムに由来しているそうです。第1位はヤーレンズです。